どうも皆さんおはようございます。工藤です。3月4日金曜日朝の6時32分です。はい、ちょっとねいつもよりもさらに早い時間に収録しております。はい、今日ね11時かなくらいからポッドキャストの収録のお仕事が入ったので、まあ、そのためにちょっと早く起きたっていうのもあったりするんですけど、まあ、本当のところは、単純に朝おしっこに行きたくて目が覚めたっていうだけで、6時前くらいに急にこう、トイレ行きたいってなって目が覚めたっていうだけではあるんですけど、私もねもう28になって今年29になるんですけど、もう30目前になってきてね、なんか年を取ると特に男性なのかな、女性はちょっと分からないんですけど、年を取ると膀胱がねなんかもう硬くなるらしくて、こうその尿をためるその膨らみみたいなものがね、なんかこう柔軟にできなくなるというか、膨らむことができなくなるせいでこうトイレが近くなるみたいなことを聞いたことがあるんですけど、まあ30も目前になってなんかそういう影響が出てきたのかなってちょっと心配になったりしてるんですけどまだちょっと早いかな、さすがに、どうだろうね、さすがに30なってないとちょっとさすがに早いか、40、50くらいからかな。まあどちらにせよトイレが早くなるのはちょっと嫌だなって思った、まあ、朝でした。はいはい、というわけで、まあ、そんな私の、おトイレ事情はどうでもいいんですけど、はい、今日の朝はですね、Amazon Music に限った話ではないんですけど、まあ、Amazon Music とか Spotify とか Apple Music とか、まあ、YouTube Music とか、まあ、いろんな音楽サービスを皆さん、利用されてると思うんですけど、その音楽サービス、まあ、音楽サブスクの、移行作業っていうのかな、音楽サブスク間のプレイリストの移行方法をちょっとお話ししようかなと思います。はい、でなんでそんな話をするかっていうと、もう私今ね Amazon Music Unlimited、まあ、私は Amazon Music パートナーでもあったりするんですけど、 Amazon Music Unlimited の、無料体験期間中です。今で3月6日にですね、その無料体験が、ま、終わってしまうんですよ。で終わってしまうとフルでねその機能を使えなくなってしまうので、もうこの3月6日になる前にもうこの話はしておかないといけないなと思ってお話ししています。はい、で私普段はですね、YouTube ミュージック、Google が、出している、YouTube プレミアムっていうね、YouTube を広告なしで見れたり、あとスマホのアプリをバックグラウンド再生できたりっていうすることができる YouTube のサブスクサービスがあって、その YouTube プレミアムに加入すると同時に YouTube ミュージックっていうのももう利用することができます。はい、で私はそれを、私が契約してるっていうか、私の父がね契約して、でそのファミリープランを家族みんなで使ってるっていう感じになっていて、普段からは YouTube ミュージックをずっとゴリゴリに使っています。はい、で2月の6日かな、から Amazon ミュージックアンリミテッドの、無料体験を始めて、で今月の、2日後くらいかな、3月6日に無料体験期間が終わってしまうんですけど、結局 YouTube ミュージックを今まで使ってきた例えば人がいたとして、私みたいにで Amazon ミュージックアンリミテッド無料体験してみて、これ Amazon ミュージックアンリミテッドの方が、音質もいいし360リアリティオーディオとかもあるし、いやこっちに乗り換えたいなって思ったとするじゃないですか。でも私ね YouTube ミュージック何年ぐらい使ってるかな、もうかれこれ何年ぐらいだ、もう 4,5 年以上もっと使ってるかな、ぐらい使っているんですけど、そうすると
なんていうのかな、 YouTube ミュージック上でこうプレイリスト作ったりとかさ、自分の好きな曲のリスト作ったり、あと YouTube ミュージックだとあの曲にねこういいねとかバッドをつけることができるんだけど、で自動プレイリストっていうのがあって、いいねした曲だけをこう自動的にその高く評価した曲っていうプレイリストに貯めてくれる機能があるんですよ、 YouTube ミュージックには。はい、で私は基本的にその高く評価した曲っていうのもランダム再生させて聴くっていうスタイルでいつも利用しているんですけど、その曲数がねもうね5000曲以上になるのよ。もう5000曲以上、もう5000を超えたあたりから多分表示されてなくて、何曲あんのかよく分かんないんだけど、5000曲以上あって、で普段からそれをもう5000曲をだからもうランダムで流して聴いてるっていう感じです。はい、だから例えば今回その Amazon Music Unlimited めちゃくちゃ良かったなと思って Amazon Music Unlimited に乗り換えたいってなっても、 Amazon Music Unlimited 上にはその今までいいねしてきた楽曲のプレイリストとか、まあ、もしくは他にね、あの例えばなんだ好きなアーティストの曲だけをこう集めたプレイリストとかいっぱい作ってたとするじゃないですか。でもそれをこう Amazon Music Unlimited に引っ越しできないとなかなか乗り換えようっていう気にならないと思うんですよね。うん、新しいサブスクにこう乗り換えた先で今までそのなんだろう貯めてきた蓄積してきたそのプレイリストが使えないってなると、ちょっとめんどくさいなって思ったりっていうのやっぱあるのかなと思います。はい、まあ、今の話はあくまでその YouTube Music から Amazon Music Unlimited の移行の話でしたけど、他でも何でもいいんですよ。Spotify、Apple Music、あとなんだ、なんだろうね、YouTube Music、Amazon Music Unlimited、まあいろいろあると思うんですよ。いろいろあると思うんですけど、そのサービス間でプレイリストをこう、ね、ボンって引っ越しできる。ことができればよりなんか新しいサービスに乗り換えもやりやすくなるのかなっていうふうに思って、あの今回お話ししていきます。はい、まあ私自身がねその YouTube ミュージックから Amazon ミュージックアンリミテッドに乗り換えたいなと思った時に、まあ、思ってるっていうかその今後使っていくかは分かりませんけど、その Amazon ミュージックアンリミテッドじゃあもし仮に乗り換えるってなった時にプレイリストを移行できないかなっていうふうにちょっと考えていろいろ調べた結果、あのできる方法を見つけたので、はい、その、方法をここで共有していきます。はい、ちなみに今回の話はあくまでその私の場合は YouTube Music から Amazon Music Unlimited ですけど、あの、まあ、さっき言ったような Spotify とか Apple Music でも利用することができる方法なので、まあ、よければ自分の使ってるサービスで使えるかどうかはちょっと確認してみて、はい、ください。はい、それじゃあちょっと説明していきます。はい、ですね、まずですね、そのネット上でですね Amazon Music Unlimited プレイリスト移行とかっていうふうに調べると、とあるページが多分出てくると思います。はい、一応リンク貼っておくんですが、プレイリストを Amazon Music に転送しようっていうね、Amazon さん の公式のページがあります。はい。で、そのページに行くと、転送サービスを選ぶっていう風に出てて、アプリを使って Spotify や Apple Music、Deezer、Discogs、Hype Music、Last FM、Napster とかから作成したプレイリストを転送できるようになりましたっていう風になってて、iOS の Song Shift っていうアプリケーション、もしくは Android および Web で使える Tune My Music っていうアプリケーション、Web アプリケーションの2通りが、選べます。方法としては。はい。で、私ね、両方ともチェックしてみたんですよ。うん。今ちょっと開いてみようか。まあ、iOS の方は iOS アプリ端末か、 iOS 端末じゃないと多分開けないんですけど、この Android および Web で開ける Tune My Music ちょっと開いてみます。こちらはですね、あ、ちなみに注意してほしいんだけど、日本語もあるか、日本語に変更すればいけるか。うん、
一応ね、このね、チューンマイミュージックで、ね、やってみたんですよ。やってみたんだけど、こちらはですね、なんだっけな、5曲以上移動させようとすると、月額課金のなんか、プランに一旦入らないとできない感じになっています。はい。ちょっともう一回やってみようか。試しに YouTube Music から、待って。じゃもう一回最初からやるね。まず、Tune My Music のページに行くと、多分ね、英語になってると思います。言語は。まあ、まず日本語に直すとかっていうところをした方がいいのかな。はい。右上に日本語があるので、日本語にして、で、早速開始っていうボタンを押す。で、YouTube、そうですね、YouTube Music っていう言語が、言葉はないんですけど、YouTube っていうのがあるので、あるわ。ごめんなさい、ありました。YouTube Music ありました。YouTube Music。だから、YouTube Music のアプリで聞いてなくて、YouTube アプリで曲を聴いてる人でも多分いけるのかな。うん。ただ、その、サービス間で、やっぱり、この曲はこっちにはあるけど、こっちにはこの曲はないとかっていう場合は、ちょっと、ね、それはちょっとできないので、まあ、それはしょうがないと思うんですけど。で、自分の、Google のアカウントを選択しますと。うん。で、アカウントへのリクエスト、アクセスをリクエストしていますってやつで許可をします。うん。で、そうすると、要するにプレイリストを選択出てくるんですよね。私の YouTube ミュージックの音楽ライブラリー、あ、もう Amazon に移動させるってなってますね。今私 Amazon のページに載っている Tune My Music っていうリンクを踏んでからもう早速開始するっていうところに行ったんで、おそらくもう Amazon に移動させるっていうボタンが出てるんですけど、おや、行かないな。そう、だからこのチューン、最初に言っておくと、このチューンマイミュージックはあんまりおすすめしないんですよね。うん。なんかね、その有料にしようとしてくるから、ちょっとそこが気に食わないんですよね。ちょっともう一回やります。早速開始。ちょっとウェブで行くといけないな、なんか。いけないし、多分この後ね、お金を取ろうとしてくるんですよ。移動するプレイリストを選択。まあいいや、ここで、ね、くすぶってもしょうがないので、今回は Song Shift っていう iOS のアプリを使ってちょっとやってみようかなと思います。はい。もしね、iOS 端末ない人は、ちょっと Android とか、ウェブで Tune My Music っていうのを使ってやってみてほしいんですけど、うん。おそらくね、5曲以上移動させようとすると、プレイリストが出てこないな。うん。ちょっとあんまり、うまくいかなそうな気がする。Tune My Music は。うん。まあ、日本人の方は iOS 端末持ってる人の方が多いような気がするから、一応、ソングシフトの方でちょっと説明していきますね。はい。Tune My Music の方は、一応、なんかいろいろできそうな気はするんだけど、私が前やったときは、前やろうとしたときは、いくらだっけな、月額。まあ、一旦、その月だけ入っちゃう。でもありかな。うん。でもね、そんな1000円もしない、確かね。いくらくらいだったかな。200円とか100円くらいやった気がするんだけど。確か。月額ね。うん。だからその時だけ一旦入ってもうすぐに解約しちゃうっていうのも手かなというふうには思いますね。はい。よし。じゃあちょっとソングシフトやっていきます。はい。今 iPhone 8で、開いています。開いてますというかやっていきます。はい。まず iOS でもうすでにアプリがインストールしてあるんですけど、Song Shift というアプリを開きますと。
で開くと、まあ、こんにちは、ソングシフトは音楽を高速に無料で制限なしに転送しますと。音楽サービスを接続することで開始しましょう。うん、ソングシフトは基本もう無料でできます。おそらく。うん、ちょっと最後までやってみないと分かんないけど、多分いけるはず。なので、まずソングシフトで、音楽サービスを接続していきます。まずそうだね。じゃあ、転送元および転送先、YouTube ですね。YouTube を選択すると、まあ、YouTube のアカウントにログインしてくださいみたいなのが出てくるんで、ログインします。ちょっとね、パスワードとかもちょっと入れなきゃいけないので、OK。もしかして2段階認証来るかな。あ、2段階認証がちょっとギャラクシーの方に来てますね。ほいっと。アカウントへのアクセスをリクエストしています。これは許可します。OK。これで、YouTube の接続が完了しました。次、Amazon Music も、今回はね、YouTube Music から Amazon Music へプレイリストを転送するっていうことをやっていくので、Amazon Music 転送先、転送元および転送先に接続します。一応ね、ソングシフトは Apple Music、Spotify も対応してて、他にもね、なんかいろんなのが書いてあるんですけど、ちょっと他のはちょっと知らない、ほとんど聞いたことがないところばっかですね。さっき言った Deezer とか、Last FM、Hype Machine とか書いてあります。はい、じゃあ Amazon Music を接続していきます。今度はまた Amazon の、ちょっと待ってよ。パスワードなんだっけ。ちょっと待ってください。Amazon のアカウントにログインします。以下の情報にアクセスを求めていますと、まあ、アクセス許可をまず出しますと、うん、OK で、とりあえず Amazon Music と YouTube Music 接続しました。そしたらね、なんかプロについて知るっていうのが出てきて、あのね、ソングシフトはね、その音楽のプレイリストを移行させるっていう機能もあるんですけど、それ以外にもなんかいろいろねあるらしいんだよね。うん、まあ、とりあえず今回は関係ないので、とりあえずそのまま、続行っていうボタンが出てきているので、続行いきます。続行。これでソングシフトを使い始める準備ができました。以下のアプリ機能を確認して、他に何ができるかをよくお読みください。まあ、誰でも利用可能な機能。ウィジェット、ショートカット、マッチ修正。無制限数のお気に入り。無制限数のシフト。まあ、これだね、今回大事なのは。サービス間で必要なだけ音楽を転送できます。制限はありません。これ無料でできます。はい。あと、それ以下には、プロ機能っていう感じで、なんていうの？有料課金した時だけ使えるっていうのがあったりします。よし、じゃあ始めましょう。マイシフトっていうページに行きましたね。ほいほい。で、どうしたらいいんだ？私もね、ここまで来たの初めてなんで、どうしたらいいんだろう、これ。
転送元の、あ、ちょっと待って。一旦アプリ落とします。最初から説明したいんでね。はい、ソングシフトのアプリ開きます。でマイシフトっていうところに行くと、シフトなしっていう風に書かれたりしているんですけど、上のプラスボタンをタップして新しいシフトを追加することで開始しますってあるんで、じゃあプラス押します。右上に出てます。よし、そうすると転送元のセットアップっていうのがあるので、それを押します。で転送元は YouTube ですね。YouTube Music、まあ、YouTube Music と YouTube と同じだからいいと思うんだけど。よし、じゃあ転送元のセットアップは YouTube で、で続行。はい。選択オプション、複数追加、複数の転送元アイテムを選択し、それぞれの新しい設定を作成することができる。複数、ちょっと待ってよ、でもこれ。なるほど。ちょっとこれは、あれだな。これどうすっかな。今何が起きたかっていう、今ね、転送元のプレイリストを選択する画面に行ってるんですけど、で選択オプションが複数追加するとかで、複数のプレイリストを結合するみたいな、うん、一つの転送先に転送する複数の転送元アイテムを選択する、うん、一つの転送先に転送する複数の転送元アイテムを選択、あ、これはオプションなのね。はいはいはい、これどうやって閉じるの、ああ、これ閉じれねえな。これあんまり良くねえな、でも。あ、閉じた。これ左上の方にある、こう、なんか下矢印みたいなボタンを押さないと閉じれないんだね。ややこしいな。複数追加、まあ一応選ん、あ、ダメだ。選べねえわ。え？これ二つ。あ、なるほど。そういうことか。選択オプションって2つ出てるんだけど、複数追加と複数結合ってあるんだけど、これ両方ともね、オプションオンにしようとすると、あのソングシフトプロになれっていう風に言ってきます。あ、これはめんどくさいな。めんどくさいですね。だから一個一個やるしかないってことか。うん、無料でやるんだったら、まあ一個一個やるしかないっていう感じですね。はい。じゃあ結局このソングシフトの方も、まあ、課金しなきゃダメなのかな。プレイリストがそんなに数がない人は、まあ一個一個やればね、全然問題ないと思うんですけど、ちょっと数が多い人は、もう課金しちゃった方が早いかもしれないね。まあ、チューンマイミュージックに関しては5曲以上移動させようとすると課金させようとしてくるんで、もう課金しないと多分無理だと思うんですけど。あとね、その致命的なのが、これ致命的だね。高く評価した動画とか音楽。まあ私の場合ね、私の個人的なあれの場合なんだけど、YouTube Music で高く評価した曲っていうのはさっき言ったように5000曲以上あるんですよ。プレイリストの中に。で、それをこう、バンって移動させたいんだけど、このね、ソングシフトの転送では、高く評価した曲、動画、のプレイリストをね、選ぶことができなくなってますね。そっかそっか。ああ、なるほどね。ちょっとこれは困ったね。困りましたね。でね、そうだね。チューンマイミュージックの方、その Android および Web の方、さっき言う、ちょっと微妙だって話しましたけど、こちらはですね、まあ、5トラック、5曲以上移動させようとすると課金させようとしてくるんだけど、こちらでは、YouTube Music のプレイリスト、高く評価した曲も確か移動できたんですよ。なので、私みたいに高く、YouTube Music とかで高く評価した
曲のプレイリストめちゃくちゃあって、それを移行させたいっていう人はこっちの TuneMyMusic、 Android と Web で使える TuneMyMusic の方がいいのかな、いいのかなっていうか いいですね、うんうん。ソングシフトの方は選べないです、そもそも、うん、できないっていう感じだね。まあ、そっか、微妙ですね。どっちもどっちだね、なんかね。なんか他にね、もっといいアプリケーションとかサービスがあればいいんだけど、全部無料でできるね。まあ、どっちもどっちっていう感じだね。まあ、iOS 端末しかない人は iOS 端末でやるしかないんだけど、うん。TuneMyMusic は Web でも使えるっていうメリットがあるか。うん。Android しか持ってない人は、まあ、Android でやるか、あとはパソコンとか Web 上で。やるか、まあ、iOS の人もウェブ上で TuneMyMusic を使うことはできるけどっていう感じですね。はい、まあ、とりあえずここまで来たんで、一旦ソングシフトで何かしらプレイリスト移行させてみようか。じゃあ私 YouTube でねプレイリスト適当に作ってるんだけどね、ほとんど聞いてないんだよね。何がいいかな。でガンダムのなんか曲をね、まあ、非公開にしてるんだけど、ガンダムの曲を集めたプレイリストがちょっとあるので、ちょっとそれを、じゃあ、37動画、7曲あるので、それをちょっとじゃあ、転送しましょうか。はい。もう一件追加とかできるの？あ、え？あ、ん？転送のセットアップ。あ、そういうこと。あ、複数いけるかもな、これな。複数いけるかも。またその最初の戦争のセットアップっていう画面に戻ってきたんですけど、いける、複数いける。一個一個そのプレイリストごとに選ばなきゃいけないんだけど、だからさっき言ったようにプレイリストをポン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 って複数選んで Amazon Music に転送みたいなのができなそうなんだけど、さっき言ったガンダムの曲のプレイリストを Amazon Music に転送で1セットで、次例えばなんだ2022年のアニメソングリストのプレイリストを Amazon Music に転送するみたいな感じで、こう一個一個ねプレイリスト一個一個選んでいけば多分ね複数いけるわ、いける。ちょっと2つ目ちょっと追加してみようか。じゃあ何がいいかな。あんまりプレイリスト作ってないんだけどね、私ね。なんか適当に選んでいきます。はい、いけるかな、わかんないけど、完了で、これで、とりあえずプレイリスト2つ移行させるっていうことを設定しました。はい、でクリップボードから追加ってなんだろう。まあいいか、まあ、ちょっと押してみよう。間違いないわ。うん、とりあえず今回 Amazon Music の方にプレイリスト2つ移行してみます。はい、YouTube ミュージックの方から Amazon ミュージックにプレイリストを2つ移行させてみます。そして次へ。あ、始まった、始まりましたね。処理中って出てから転送待ちっていう風に変わりました。今これは今もう始まってるのかな、どうなんだろう、これうまくいってんのかな。このシフトセッションの転送元から曲を読み込みません。どうしますか。おっと。マッチ完了。転送マッチ。なんかうまくいってないな。なんだろう。2つ目に設定した方はなんかうまくいってそうなんだけど、あ、違うな、あ、失敗してんのか。転送待ち、なるほど。ガンダムのプレイリストの方がね、なぜかね
うまくいきませんでした。楽曲読み込めませんでした。なんでだろう、まあ、とりあえずじゃあ、2つ目に選んだ方のプレイリストはなんかうまくいったらしいんで、やってみようか。うん。転送してみます。マイシフトのページに転送待ちっていう部分が出てきてて、ここは今要注意っていうのがあって、すべての転送っていうふうに書いて、3つが出てきてるんですけど、要注意って書かれてる方は、そのガンダムの音楽を集めたプレイリストだったんですけど、なぜかね、転送元から曲を読み込めませんで出てますね。そんなバカな。普通にそんな変な曲入れてないと思うんだけど。うん、普通に YouTube Music で配信されてる曲をたくさんっていうか、まあ30曲ぐらい入れてるだけなんですけど、なんで読み込めないの？あ、ダメだこれ。いや、結構制限多いな。ちょっとじゃあ一応2つ目に選んだ方のプレイリストの方がちょっとうまくいったみたいなんですけど、ただ3曲ほどマッチできなかった、 Amazon Music の方で曲が探せなかった曲があるらしいんで、その辺はちょっと無視して、転送してみます。転送する。注意が必要なマッチがあります。マッチエラーを解消するとマッチしないアイテムを無視します。無視しようか。Amazon Music の方で見てみます。プレイリスト。ないけど。あるな。あるけど。あ、そうか、多分これ私が選んだプレイリストが、YouTube Music ってちょっと特殊で、その YouTube Music 上で再生できる、YouTube Music 上で配信されてる楽曲と、その YouTube で配信されてる動画、その動画コンテンツも、音楽として認識された場合は、YouTube Music でも、その YouTube 動画が見れたりするんですよね。うん、だから YouTube にアップされてるアーティストのミュージック動画とかミュージックビデオとかあると思うんですけど、あれって普通に YouTube ミュージック上でも楽曲として聴くことができるんですよ。はい。だからその辺がね、多分ね、なんかうまくいってないのかな。おそらくですね。だから YouTube 動画のプレイリストを移行させようとすると、まあ、YouTube 動画は YouTube 動画なんで、Amazon Music にはまあ当然ないよね。うん。ないから、まあ移動できないっていうことなんだろうけど、今見たらね、プレイリスト自体は移行できてます。プレイリスト自体はね。うん。自体はできてるんだけど、中身何も入ってないっていう状況になってます。これちょっと微妙だな。これソングシフトの方がいいとか思ったけど、ちょっと微妙だな、ソングシフト。チューンマイミュージックの方がいいかもしれない。ちょっとお金かかるけどね。なんかちょっと微妙な配信になっちゃった。うまくいけばよかったんだけど、まさかこんなことになろうとは。もっとこうスッてうまくいくかと思ったんだけど。え、ガンダムの方なんでうまくいかないのこれ。なんでガンダム読み込めないんだろう。あ、いた。読み込めたわ。
え、なんでさっきまで読み込めなかったの？わけわかんねえ。ガンダムのプレイリスト読み込めました。なんか急に読み込み始めました。処理中ですね今。あ、いけたいけた。いけました。ガンダムのプレイリストはね、全部で37曲入ってます。はい。例えばね、玉木成美さんのリーズンとかリアライズ、ビリーブとか、ガンダムシードの歌だね。うん。あとはジャストコミュニケーションとか。うん。あとなんだ、ロマンティックモードのドリームスとか、あとは00の歌とかね。うん。まあちょっと作ってね、見たんですよ、試しにね。あんまり聞いてないけど、あんまり聞いてないっていうのはそのプレイリストで聞いてないってだけなんですけど、まあ一応プレイリストあったんで移行してみたんですが、なんかうまくいきましたね。何だったんだろう、さっきまで全然うまくいかなかったのに。なんかうまくいきました。しかも37曲全部うまくいったから。あ、違うわ。待って、失敗したマッチ？え、全部失敗してんじゃん。何これ？ちょっと待って待って待って。YouTube Music からプレイリストの楽曲を読み込むことはできたけど、楽曲の読み込みができたけど、え？ Amazon Music とのマッチングに失敗してるな、これな。転送できるけど、ちょっと1曲だけ再マッチしてみようか。マッチ不適合、転送処理中に無視したマッチ。とりあえず転送してみます。マッチを無視で。多分これねこれあれっすね。またあのガンダムいけたと思ったけど、多分ねまたプレイリストの名前だけ、箱だけ移動したような感じ。うん、中身何も入ってないっていうプレイリストですね。そうだわ、くそー、これダメじゃん。全然ダメだね。ソングシフトこれダメです。全然ダメ。あの他のその Spotifyアンプルミュージックはちょっとどうなのか分かりませんが、少なくとも YouTube ミュージックから、Amazon ミュージックへの移行においては使い物になりません。はい、そういう結論になりました。まさかのですけど、はい、ダメです。全然使い物にならないですこれ。うん、マッチできたかと思ったけど、全然ねAmazon Music との相性が悪いのかな。 YouTube Music と Amazon Music のね、なんだろう。うん、とりあえず YouTube Music の音楽の読み込みまではいけてそうなんだけど、 Amazon Music とのそのマッチングにうまくなんかいってない感じですね。はい、ごめんなさい、こんな配信になるとは思わなかった。いやダメだね。チューンマイミュージックはいけんのかな。チューンマイミュージックはさっきで YouTube ミュージックプレイリスト URL をペースト、 YouTube ミュージックアカウントから読み込む。これはこれでね、なぜかね、何も出てこないんだよね。何も出てこないっていう問題があって、くそ、まさかこんなことになると、綺麗にスッて移動できるっていうね、ことを予想してたんだけど、まさかのまさかのね、これ。YouTube ミュージック使ってる人はチューンマイミュージックの方がいいのかな。
プレイリスト URL はここにペーストってあるんで、そうだな。ライブラリーちゃうわ。YouTube ミュージック開いて、ライブラリーで、プレイリストでしょ。ちょっと高く評価した曲だとちょっとでかすぎる。確かね、でもね、チューンマイミュージックは、この前はね、どうやってやったんだっけ。そう、チューンマイミュージックはね、iPhone のその Chrome のやつでやったら、なんかいけそうだったんだよね。いけそうだったんだけど、お金を払えって言われて、マジかよってなってやめたんだよね。ちょっとスマホの、あの、ウェブで、ウェブブラウザ、Chrome でやっていきます、ちょっと。YouTube Music。はいはいはい。あ、いける。いけるいけるいける。え、これなんでパソコン版だとダメなんだろう。ですね、今ちょっと、iOS のソングシフトがダメだったから、試しに Tune My Music の方、で、やってみようとして、で、パソコン版でチューンマイミュージック開いて、やってみたんですけど、これ日本語だからダメとかある？何ですか？で、レッツスタート。YouTube ミュージックを選びます。よね。選んで、自分の Google のアカウントを選択します。で、許可します。で、ロードフロムユア YouTube ミュージックアカウント。YouTube Music アカウントを連携します。連携してその中から自分が選びたい、その、転送したいプレイリストを選べっていう風に言ってくるんだけど、これね、パソコンのね、Chrome だと何も出てこないんだよね。なんで？なんでなんで？なぜかわかんないんだけど、パソコン版の Web はなぜか何も出てこないんだけど、あのね、iPhone で開いてる Chrome の Web の方はね、ちゃんと出てくるプレイリスト。うん。で、しかも、高く評価した動画っていうのも転送できます。はい。え、できんじゃん。なるほど。じゃあ試しになんか違うやつ。じゃあガンダム移行させてみようか。ガンダム。待って、同じプレイリストの名前があると厄介だから。さっき、ソングシフトで移行したガンダムミュージックのプレイリストを削除します。削除して、Amazon ミュージック上で削除して、プレイリストにガンダムミュージックが消えたから、で、今度は、でも、そっか、5曲以上は移動できないのか。ぐぬぬだな、ほんとに。5曲以下のプレイリストってあったかな。まあ、いいか。で、とりあえず、ガンダムミュージック37曲を移行したいっていう風にして、次、宛先、どの音楽サービスに移行しますかっていうのを選びます。で、今回は Amazon ミュージックなんで、Amazon ミュージックを選択。はい。おっと、いけそうだな。スタートムービングマイミュージック。あれ？課金せずになんか普通にいけたぞ、これ。あれ？じゃあ私が見たやつ何だったんだろう？おっと、まさか。まさかのまさかのだな。普通に37曲。あれも36になってる。1曲いけてない感じか。もしかしたら一曲 YouTube 動画が混ざってたのかもな。どれだろう。それか、だから Amazon Music の方にも曲が存在してなかったみたいな曲があるかもしれない。うん。今転送中です。あ、これ、そう、これ最初から TuneMy Music をスマホのウェブブラウザでやった方が早いかもね。うん、あ、うまくいったわ、普通に。
しかもちゃんとどの曲がうまくいってどの曲がうまくいかなかったのかって出るね。どれだうまくいかなかったやつ、これか。ユナさん、伊藤ユナさんの曲がうまくいかなかった、どれだ。伊藤ユナさんのトラストユー、トラストユーってこれダブルオーか、ダブルオーの曲ですね多分ね、がなぜかなんかうまくいかなかったみたいです。はい。まあ、1曲ぐらいだったらね、別に後で自分で追加すればいいだけの話だから。はい。まさかの、最初、チューンマイミュージックこれダメですよって話したんだけど、チューンマイミュージックの方がうまくいったという結果になりました。はい。一応確認してみようか。うまくいってんだよな。あ、うまくいってるわ。いってるいってる。うわー、マジか。うまくいってます。はい。皆さん、まとめます。結論をまとめます。あれ ?36? あれ ?35 曲になってる。あれ?あれれれ?まあでもこの辺はしょうがないか。完全一致とはいかないかもな、でもな。うん。やっぱりそのサービス自体がそもそも違うから、なんていうの、その YouTube ミュージックで聴いてた楽曲、まあ私の場合高く評価した楽曲とか、さっき見たら7000曲以上あったんだけど、7000曲バーンって移動して、7000曲全部やっぱパーフェクトにマッチングして移行できるってことはまずないと思うんですけど、うん。まあその辺はちょっとしょうがないのかなって思いますね。うん。まあしょうがないよな。あとね、これ、ああ、そういうことか。なんかね、マッチングうまくいってそうに見えるけど、なんか全然関係ない曲入ってたりする、これは。ああ、そういうのもあんのか、やっぱりね。うん。あのね、序盤は良さそうな気がするんだけど、いや、でもないな。なんかね、わけわかんない曲いっぱい入ってる。Amazon Music の方に。ああ、なるほど。うん、ちゃんとね、うまくいってるのもあれば、おそらくなんか Amazon Music の方に見つからなかったんだろうね、曲が。うん、歌っちゃおうのなんか、カラオケのやつとか入ってます。あと、わけわかんない、これなんだ、ロシア語かなんかかな、の曲とか、ラルクのなんか、ラルク?なんかね、見たことない曲がね、いっぱい入ってる。見たことないアーティストの曲とか。だから、マッチングしたからといって、ちゃんと転送できてるとは限らないってことだね。うん。うわぁ、まあ、どちらにせよどちらに、なんか、どっちもどっちって感じか。でも、まだ結局できたのは、チューマイミュージックだから、うん。Amazon 公式でおすすめしてはいるけど、ちょっと微妙でしたね。なんかどちらのアプリも。うん。一応、Tune My Music の方が、YouTube Music から Amazon Music に移行することに関して言えば、まあ、使えたので、もし私と同じ状況で YouTube Music から Amazon Music に移行したい。もしくはその Amazon Music じゃなくてもいけるかもね。YouTube Music から移行したいっていう人は、Tune My Music を、スマホのブラウザでやるのがおすすめ。パソコンはね、なぜかね、表示されないっていうのがあるから、うん、私の場合だけど。はい。スマホの、まあ、Chrome とかのブラウザで Tune My Music を調べて、で、それで、移行させれば、移行はとりあえずできます。はい。ただ、一つ注意としては、全部うまく転送できるとは限らないっていうところ。うん。そもそも転送ができないものもあるし、転送できたとしても、ちゃんとプレイリストを見た、確認すると、なんかわけわかんない曲に置き換わってるっていう可能性も全然あるので、うん。私、ガンダムのね、曲ね、プレイリスト移行させたけど、わけわかんない曲がね、結構追加されてるんで、
まあ完璧ではないですね。うん。やっぱりな、音楽サービス間のプレイリストの移行って結構めんどくさいんだよね。うん。まあ、探せばね、もしかしたらもっといいツールというか、あるのかもしれないけど。うん。まあでも今回はこんな結果になっちゃったけど、しょうがないか。はい。というわけで、ちょっとね、かなり微妙な配信になっちゃったかもしれないんですけど、もしね、音楽サブスク間のプレイリストの移行を検討してる人がいましたら、ぜひ参考にしてみてください。うん。まあ、結構悪い見本になったのかな。うん。まあ、いい見本にはあんまりなからなかったけど、とりあえず Amazon で紹介しているソングシフト、iOS で使えるソングシフト、Android および Web で使えるチューンマイミュージック、まあ、2通りの方法で試しに YouTube ミュージックから Amazon ミュージックに移行するっていうことをやってみて、結論としてはスマホの、Web ブラウザでチューンマイミュージックを使って移行すると、まあ、とりあえずは移行はできるよっていうお話でした。はい。ぜひ皆さんもなんかプレイリストの移行、お引越し作業やってみてください。いやー、くそ、ちょっとね、なんかモヤモヤするね。でもうまくいかないから、もっとパーフェクトにね、完璧に綺麗にこう移行できたらよかったんだけど。はい。というわけで、まあちょっと1時間近くになってしまいましたが、今回はここまでにしたいと思います。はい。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。